童貞が一番非童貞に近づいた瞬間を募集してみたんだよね。普通にあるでしょ、生きてたらワンちゃん童貞卒業できるかもなみたいな瞬間、女の子の家に誘われたとか、そうそうそう、なんかいい感じになったとかさ、普通に生きてたらあるでしょ。報道だけど、落とした消しゴム拾ってくれて渡された時に手が当たったこと、給食相場の時にその子のストローを拝借、そのままペロリ電車で一駅だけ女の子が隣に座ってくれた、修学旅行のバスで右斜め前の女子の乳首が見えかけた、女の美容師に髪の毛触られた。終わってる。終わりだよ。もう生涯で一番女の子に近づいた瞬間がこういうのなんだ。終わりだよこのチャンネル。まあでも確かに俺もずっとさ、10代の頃とかこうやって寝たふりして、でこう寝たふりしてる時のこの机と自分の脇の下の隙間から見える女子の足、これでもセックス味わってたら、だって女の子の体が目の前で見れるんだよ、太ももとかが。まあでも俺らね、ゼパちゃんとラブホ行ったことあるわね。あれすごいな。あれ本当とんでもなかったよ、ね、この人生に悔いなし。指一本も触れられなかったけどでも俺らゼパちゃんとラブホテル入ったんだね。入ったっていう事実あるから、もう高みの見物だな、童貞を。裏垢にダメ元で DM したら爆乳外国人に好かれました、今は相思相愛の関係です。こんくらい情弱の方が人生幸せかもしれないな。バカがよ、うん、教室の扉に手を挟まった先に大丈夫って手を握られたこと、軽く20回は抜いた。軽く20回はこの一瞬手が触れたっていう思い出で20回抜いた。それも軽くね。軽くだからね。軽くだからね。小学生の頃、女子の撫でてると柄が変わるパーカーを触らせてもらったあったけどね。あったかもね。 なんだろうね、あのベロアみたいなやつか、うん、ビーズみたいなやつかな、なんかあるよ、色変わるやつね。あの交換ノートとかもエロいよね、たまに回ってきてくれる。あ、はいはいはい、女の子が触った髪かとかと思ってさ。学校行事で練習した際に年下の女子が服を上げて腹違わされたのがめっちゃエロかった、綺麗です。気持ち悪い。何だろう、綺麗ですって。いや、やっぱすごいね、みんなこんな世界で生きてるんだ、ちゃんとな。こんなそのまあ女の子の方からしたらさ、うん、一瞬の記憶にも残らないようなさまつな出来事だけど、男の方は、男の童貞の方は一生忘れないんだもんな。脳内の人生でエロかったメモリー、うん、名前をつけて保存してるわけだからね。この瞬間を、これ女は確かに生きづらいわ。こんな国じゃ、ね、普通に生きてるだけでこんなこと書かれるわけだからね。そうそうそう、終わってるよ。家でずりネタにされるわけでしょ、それで終わってるよこの国。金玉に水溜まって、ジョイに見せてくださいって言われたらしい。金玉に水溜まってるって何の病気？どういう病気だよ。俺も金玉に水溜めようかな。金玉に。どんな作業から始まるのか分からんけど、それ。電車で隣の女性が眠って肩に寄りかかってきたとき、自分も寝たふりして気づいてない感出してた。本当に娘が生まれたらどうしよう。こんな国でさ、電車とか乗しちゃダメよ。ダメマジで。最近 X でそのあったじゃん、新幹線で隣の席におっさんが座ってきてキモかったみたいなので、おっさんが隣に座っただけで、うん、写真撮って晒し上げるのはキモい、うん、ひどいんじゃないかって。あるある。でもこういう男がゴロゴロといて、そう、そういう男に被害を受けた経験が何回もあったんだろうな。その文脈を無視してるんだよな。そうそうそう、これだけで燃やそうとするなみたいな、怒ってる男たちは、うん、あながち、うん、あの人も正論言ってんじゃないかな。正論なんで、こういう男がいっぱいいて普段からこういう思いをしてるって文脈があるからね。だんだんこっちもフェミニストみたいになってきたからおかしいな。中学生の時、後ろの席の巨乳のこの脇がちらっと見えた、毛が生えていた、シコシコ。気持ち悪い。気持ち悪い。シコシコじゃないよ、敬具みたいに。気持ち悪い。みたいな感じで。手押し相撲。ああ。一言。女子とそういうやるのにみたいになって。VR でおっぱい触った。おお、おめでとう。よかったな。よかったね。本当に本望だろうな、VR 作った人からしてもな。こういう哀れな童貞が。疑似的におっぱい触ってだけでこんなに嬉しくなれるわけだからね、うん、もういいじゃん、セックスいらないじゃん。セックスいらないよな。おめでとう。今の時代もうセックスとかナンセンスだよね。ド S の女の子が肩の上に馬乗りになってきた時、幼い大陰唇から伝わるフニフニのぬくもりを忘れない。
ほんと口に出させないでくれ、こんなことが。頼むからもう外出るな。お前みたいなやつが歩いてちゃダメだよ。ダメ、国の公害だよこんなやつ。幼い大陰神から伝わるフリフリの国。あんまり男子にさボディタッチをいとわない女子っているじゃん。いたね。やっぱ通算1万回くらいはしこられてるだろうな。そういう女子って、うん、普通に女子トイレでしょんべんしてたら隣の個室に女子が入ってきた時、なんて普通に女子トイレでしょんべんしてたらで始まる文章、何出発点がまずいかれてるんだけど。普通にじゃないだろ、もうやめようぜこのチャンネル。性犯罪者予備軍しか見てないよ。予備軍というかもうやってるし、性犯罪かこれって。これ性犯罪だよ、法に触れてるの、触れてるもんな。女の汗が俺の机に落ちた。あ、女の汗が俺の机に落ちた。童貞小説の隣で女がくしゃみした時の唾が風に乗って香ってきた。この世の中には男と女って2つの性別あるけどさ、女の汗一滴、くしゃみの唾一滴でさ、男はこんなに忘れられないほどの記憶が刻み込まれるんだよ。面白いね男女って。男のしょんべんなんて何リットルあっても気持ち悪いゴミじゃん。ゴミだな。女の子のおしっこだったらほんの一滴でさ、うん、人の人生をガラリと変えるほどのパワーを持ってるわけでしょ。うん、面白い世の中だな。ピンサロじゃボケ。男だな。かっこいい。かっこいい。なんか江戸っ子だな。江戸っ子。童貞界の菅原文太郎やん。すげえ。ピンサロじゃボケ。そんな女の子の香りが香ってきたとか汗が一滴落ちたとかそんなんじゃない。男は黙ってピンサロだよ。まあまだこいつも童貞だけど。ピンサロじゃボケ。尿検査の時にクラスの女子がスポイトみたいなやつとか配ってた時。ああ、尿検査も今考えたらエッチなイベントだよね。学校におしっこ持ってくって何？年に1回児童たちにおしっこ持ってこさせん。おお。言い出したらやばい教育委員会の人がいるんでしょ。まあ、まず非難合合だっただな、その一言目。何言ってんの？頭おかしいわ。なるよな。でもそいつがめっちゃ弁の立つやつで、いろんな会議をすり抜けて今全国の学校で実現してるけどさ、うん、これってすごい話だね。すごい話で、普段制服で隠れてる胸がクラス T シャツによって暴かれたあの瞬間、1300円払った会話あった。階段でミニスカのバカ女来るの待機してる。こいつが一番バカなんだよ。そうなんだよ、ミニスカのバカ女来るの待機する時間。ID もティンコシコシコだ。もうあれだよこんなやつ。大バカじゃないか。不意なボディタッチで我慢汁噴出。今年入って一番汚い熟語みたいな。我慢汁噴出だよ。TikTok の動画まだですか？てか TikTok をバカにするのはもうやらないんですか？まあ、だから童貞なんだよな。やっぱこんなこと DM でわざわざじゃだれてに送ってくるようなやつは絶対童貞だからね。中学の頃、地震が発生してみんなが机の下に隠れてる時に当時好きだった女子のパンツを3秒間見れ。これもうクレイジージャパンすぎるじゃん、ね、地震国家であり変態国家である日本の全てが凝縮されてるわ。災害だからね、地震って一応。一応災害なんだけどね。 PS、射精もしました。何の PS これ。どんな文章であってもこんな PS ありえるわけないだろ。そもそも送んなくていいしね。あ、確かに。どんな文章だったんだろうこの前。ニコに言わせておく。史上一番気持ち悪い。好きなこと腕相撲して負けました。情けない。もう全てが情けない。情けないな。勝っちゃダメなんだよね。勝っちゃダメ。負けたっていうのがすっごいエッチだよね。カードショップ行った時、近くにいたボーイッシュ女子がしゃがんだ時乳首見えたこと。一番嬉しかったんだね、人生の中で。絶対カードショップなんか行っちゃダメだよね、こんな男前から。だからつか、もう国内初の視線だけで妊娠するから、いつか。そのもう、一切童貞の人たち見られて、見られまくって、処女妊娠。そう、ホルモンが送られてくる、男性ホルモンが。ぬくもりはまず、お尻で感じる。次に、お尻と椅子の間に手を挟み、ぬくもりを再び味わう。最後に、寝る体勢に急いで入り、挟んだ手をかく。その瞬間、一番女を近く感じた。俺は幸せだ。童貞ケンタ食堂みたいな。ケンタ食堂が童貞だったらこんな感じなんだろうな。脳内再生できるな。めっちゃできる。アイコンとユーザーネームは伏せてほしいです。間抜けだな。間抜けだな。情けないな、こいつも。何を送ったんだろう、こいつは。絶対伏せねえからな。
別に近づいたとかそんなじゃないけど、昔よくしこらせてもらってたエロい褐色後輩かっこ向こうは自分の名前すら知らないが、 TikTok 始めてバズってフォロワー何万人も増えて俺だけのおかずが何千人ものおかずに盛り下がった時すごく寝取られた気分になって苦しかった経験ならある。バカかよ。勝手にしこってただけなのに、自分のズリネタなのにみんなのズリネタになっちゃったから寝取られたって思ってんだ。ちょっとキレてんだそれで。向こうは自分の名前すら知らないっつってんの。隣のトイレから聞こえるベリって音で抜いた。いや、だから。だからさ。なんで当たり前みたいに女子トイレ入れるやつがいいの。おかしいでしょ。法律変わった。知らん間に変わったのかな。入っていいの、女子トイレって。おかしいな、このチャンネル。スタンダードがちょっとおかしいぞ。ね、満員電車でぎゅうぎゅう詰めになってる時に、近くの JK の尻に股間が当たって勃起した。本当に。書くなよ、こんなこと。絶対より隠さないかんな。小学生の頃、昼休みの鬼ごっこでタッチするふりして教育実習生の GD の胸触った。硬かった。ブラジャーだったのかな。かな。いい教育になってるな、実際に。この教育実習生はもっと教育必要じゃない、こいつには。そっか、逆に必要か、うん、教育してほしいですけどね。されたいけどね、うん。階段の下からスカートの中が見えるベスポジを発見した。なんだそれ。ここだっていう、その場所がある。完璧な角度。同じ陸上部の女の子にちょっと膝触ってみてと言われた時、うわ、はいはいはい、このくらいの塩梅でいいんだけどな。ちょっといい青春やんみたいな。確かに可愛いね。このくらいでいいんだけどな。ちょっと何、さっきの階段の下からスカートの中が見えるベスポジを発見した。お前本当に死ねえよ。プールサイドにできた女子のケツ跡に自分のケツを重ねた時、気色悪い。あープールサイド確かに、あと残ってる時あるわ。その女子が水泳の授業した後の次の時間とか、何気なくスッと座ってみたんだろうな。気色悪い。どれどれ重ねたんだ。どれどれ。またと遅刻して靴嗅いだリコーダーと水道を舐めたピース。ピースじゃねえよ。楽しそうだなこいつ。なんか今学校いるんですけど、ちょっと離れたとこに座ってる女の子のパンツ見えた。こいつも楽しそうだね。そうだな。好きな子が飲んでたリプトンのストローに口紅ついてるのを見たとき。リプトン飲むよね。エモいね。今紙ストローとかだったらすごいくっきりつくしね。確かに。あれありがたいよね。試験管を下から見上げる女子の顔がフェラ顔みたいでエロすぎた。まああるけどね、 AV とかでも。そう、パンツ下ろしてすごいとか、まあ、フェラしてて、うん、まあ、途中でその頃合いで竿と金玉の間舐める時とかさ、はいはいはい、あれと重ねたんだ。その想像力他のことに使えよ、もっと。想像力だけはあるの。それだけで戦ってるから。俺の席を占領していた可愛い子のぬくもりをお尻で感じた時。男とかに席取られたらマジで殺したくなるだけだけどさ、うん、女子がその俺の席取ってたらめっちゃ嬉しかったな。おっしゃってなる。自分の席戻ってさ、そのまだぬくもりが残ってて、うん、あーなんか女子って本当に体温あるんだみたいな。触れたことないからね。そう、はあ、生きてるんだな、ちゃんと。あったかい女子の体温だって思ってさ。わかる。小学生の頃、美人な同級生が家に遊びに来てうんこ流し忘れていた。何回も言うけどさ、こいつが最も童貞から遠ざかった瞬間だから、ね、これが。確かに、これがマックス、人生マックスのエロかった瞬間だからな。そう考えると本当に悲しいね、みんな。中学の頃、職員玄関掃除の時に可愛い先生が外れたから床拭いてるふりして靴の匂いを吸い込んだ。なんで吸い込むんだよ、みんな。そうなんだよ、家具じゃないもんな。まあまあね。吸い込むんだよ、一回。ごっくん。やっぱため息とか吸い込みたいよな、女子の。できることならため息吸いたいな、死ぬ前に。セックス止まるな言わんから。ため息だけ済ませてほしい。深呼吸。謙虚なのか、なんなのか。高速バスで奇跡的に女の子の隣で、カーブの時に膝にたまに太もも当たるの最高だった。うわぁ、ジャンクションとかたまんないだろうな。ぐるーんって。オメガカーブね。そうそうそう。プールの授業の時、知的障害の男が女子が着替えてる教室のドアを全力で開けて全員が見れた。めっちゃヒーローに見えただろうな。な、うん、くした体育着を女子がつまんで持ってた時。おお、これね。ありがたい。あったけど、こうやって持ってんだよ。ありがたいですね。つまんで持つってなんでこんなエロいんだろう。
ロッカー間違えて開けた時織物シートあった。おりしいね。おりしい。いいよね。女子がそのナプキン持ち歩いて早歩きで女子トイレ向かってる瞬間とか見ちゃった時とかさ、うん、エロいよね。うん、いいかなこれ。どうなんやろ。いいでしょ。まあ冗談やろ全部。今さらかこのチャンネルは。そこそこ絵描いたので文化祭の前日に女子たちの首とかに二の腕に蝶などのタトゥーを描いた時。そこそこ絵描けたのねってのがやっぱいいよね。めっちゃいい。そういうポジション取ってそうじゃん。だって視聴者ってその男子の中で一番絵うまいやつっていう。これリアルだな。嘘じゃないだろこれ。筆越しから感じる女子の肌ね。しかもすっごい近くで見れるでしょ、きめ細かい肌。ちょっと毛が出てるんだ、一本一本、とか言ってね。冷たい冷たい。ごめんごめん、ちょっと動かないで。中学生の夏、前の席の女の子のシャツが透けていた。人生の中で一番好きな色になった。一番好きな色。女の子って好きな色まで決定させちゃうんだ。すごいね。すごいね。女の子ってすごいわ。尊いわ。尊い。終わった、まあ、俺も今日からフェミニストになろうかな。いやこれは確かに男キモってなるわ。悔い改めるわ。寄ってたかってわらわらと気色悪い男が集まってきてるのを見ると、うん、キモキモキモってなっちゃうわ。こんなほら何十件もあるんだよ。何個、何、50個くらいあるぜ。これがさ、国民の半分を占める性別として普通に街を歩いてんだよ。いや、本当にダメやね。ダメだよ。